もひもひ不思議な声してますね。不思議？え、珍しいなと思って。ああ、確かに希少性は高いかもしれません。いや、珍しいな。まあ言いたいことは分かりますね。イケボすぎるってことでね。あ、はい。今何してたんですか？遊んでましたね。あ、どこでですか？あの、友達と近くのショッピングモールで。ショッピングモールでお買い物とか？はい。いいですね。アニメートとかですかね？あ、行きました行きました。あ、行ったの？はい。もしかしてオタクですか？まあ若干オタクですかね。もうおたても来た。私の心の友が、これも運命ですよ。あ、そうですね。結婚します？いや、結婚はちょっとあのできない年齢なので。あ、それは引け引け。あの、何のオタクとか聞いてもいいんですかね。一番好きなアニメは、東京グールが好きですかね。あ、東京グールで、あの、教えて教えてってやつですね。困ってますね、私に今。はい。困る要素ありますよ、私。あります。ないでしょう。結構なんか話しやすいというか。話しやすいって話しやすいですね。まあ、やっぱりなんか優しさがにじみ出てるというかね。はい、そうですね。ちょちょに、あとかっこいいし。そこは肯定しないんだ。見たことないんで。顔はね。顔は知らないから。でも声かっこいいからね。そうですね。そうだよ。はい。おじさまの美人に良いな。あ、大丈夫です。あ、すいません。かっこいい声より可愛い声の方が好きなんで。いや、でも私結構可愛さも持っていませんか。でも可愛いよりかっこいいの方が勝ってるかなと思って。まあ確かにそうかな。じゃあ私今100点満点中だったら何点ぐらいですか、可愛さ。あ、可愛さはちょっと低いんですけど20点ぐらいですかね。あ、低い、赤点じゃん。ちなみにその可愛いっていうのはどういう可愛いですか。でも本当なんかアニメのキャラじゃないっていうレベルの可愛い声。なんか女の子まではいかないけどみたいな。女の子まで行ってもらいたいぐらい。もう性別も超えちゃうんだ。性別も超えてもらいたいです。いや、私でもあの可愛くできますよ声。え、やってみてください。じゃあ今20点なんで頑張ります。はい。もしもし。うわめっちゃ可愛いです。え、性別、え、女の子ですか。秘密です。今何点ですか？もう今もう120点です。え、じゃあ付き合ってくれます私と。え、ちょっとそれはもう恐れ多い。可愛すぎてダメです。もっとさっきの子に戻ってもらうことできますか？まあ、できますね。めっちゃ安心する。安心するんだこれ。はい。まあ、確かに実家におるのは温かい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 。すいません、カミカミですいません。いや全然。かっこいい高いだったらどのくらいなんですかね。なんか高くて落ち着く感じで喋るみたいな。なるほどね。落ち着いがないんだ私今。なんかちょっと急いでる感じの。正直ね、いつも人生生き急いでるんだ私。ちょっと落ち着きましょう。はい。こんにちは。うわ。このくらいかな。ダメだ、もう最初の声のまんまでいてほしいです。ちょっと断る。断らないでください。断らせていただくよ。お嬢さん、はい、僕と結婚してくれないかな。周りがちょっと怖いです。周り？モテてるかどうかわかんないけど。モテてないよ。でも結婚1年もあるわけじゃないですか。運命の人に出会えますよ多分。出会わないよ、僕家から一歩も出ないからね。あー、めっちゃ陰キャ。陰キャです。ごめん、取り乱しちゃったよ。あ、もひもひ。あ、もひもひ。マネするな。え、なんかあの声がキモいみたいな書いてたから。え、そう、なんかもしもしって言ったら切られたから。あ、声キモいからなのかなって。それはけしからんですね。え、よくないよね本当に。教授の方がキメでしょそれ。確かに僕みたいに超絶イケボだったら、うんうん、もしもしって言ったらみんなもうね好きですってなるんだけどね普通は。そうですね、確かにめっちゃ好きですよ私は。その声もう聞き飽きたかな、その言葉は。笑うな。どうした、どうした。いや、すごいかっこよすぎて笑っちゃう。惚れちゃったか、僕に。あ、じゃあ仕方ないな。LINE 交換するかい。しますか。いいんですか。あ、全然、なんでもって感じなんです。じゃあ普通に付き合いましょ。それはもっと仲良くなってから。確かにまだあなたがいい人とは決まってませんからね。でも声聞いた感じだと結構優しい少年してるんだなと思いましたね。あ、よかったです。なになになに。
笑してるんだろう。どうやって違う。僕笑ってるだけしてるね。すごい、初めて聞いたかもしれない。笑い方すら唯一無二みたいな。もう一回笑わないでください。あ、一回、すみません、一回止めておきます。いや、死ぬ死ぬ、死んじゃう死んじゃう。きついです。ダメ、笑わないで、止めてください。何ですか。なんかもう笑い声すらもビートボックスなんじゃないかって思っていました。ビートボックスでもできるんじゃない。すごいですね。なんか感じですよね、ビートボックスで多分。すごい、本当ビートボックス上手い人会ったことないかったから嬉しい。じゃあいいですか、付き合ってくれるってことですか。考えときます。もういいですよ、知りません。プンプン。